特別養護老人ホーム和楽園で複数の介護職員が利用者に対し暴言を吐いたり不適切な医療行為をするなどの虐待があったとして市が監査を行っていることが分かりました奈良市によりますと今年1月特別養護老人ホーム和楽園について職員が入所者に強い言葉で話しているという匿名の通報が市に寄せられ その結果、複数の介護職員が利用者に対し呼び捨てにするなどの暴言を吐いていたほか排便の介助を行う際に腹部を必要以上に強く押したり便を指でかき出したりする適便を行っていたことが分かったということです。 適便は医師や看護師以外がすることは認められていない医療行為で市はこうした行為が虐待に当たるとして今年4月に改善報告書の提出を求めていました施設側は5月に改善報告書を出しましたが8月に市に再び匿名での通報があったことから介護保険法に基づいて施設の監査を行っているということです 市は事実確認ができ次第行政処分などを検討するとしていますなお市によりますとこの施設についての同様の情報提供は2019年からこれまでに計4回寄せられているということです特別養護老人ホーム和楽園の竹内義智施設長はごく一部の心ない職員によるもので 利用者やその家族に大変申し訳ないこのような行為が一切起きないように方策を実施したいと話しています。